マチェイビドラは、チェコビソチナ州ホテボジュ出身のサッカー選手。プレミアリーグのバーンディ所属。チェコ代表。ポジションはフォワード。2003年から FC ビソチナイフラバのユースチームに所属し、2008年にプロデビューを果たした。2010年の冬、FC バニークオストラバに移籍し、同年夏にイタリアの2009年1月、ウディネーゼカルチョに移籍した。 2011年には、ベルギーのクラブブルッヘにレンタル移籍し、2012年に、イングランドのワトフォード FC に、レンタル移籍した。2015年7月1日、ウディネーゼからワトフォードへ5年契約で完全移籍。同年9月1日、オラジョンと共に、レディング FC に1年間のローンで加入した。2016年8月27日、ダービーカウンティ FC と4年契約を結んだ。 同シーズンは33試合に出場しご得点を記録した。2017から18シーズンはシャドーストライカーの地位を確立し、ダービーをプレミアリーグ昇格プレイオフにまで引き上げた。しかしチームは2回戦でフラム FC に敗れ昇格は叶わなかった。4月には2部の年間最優秀選手に選出され、年間21得点で得点王にも輝いた。七月、 リーズユナイテッド AFC と交渉したが、個人合意しなかった。2018年8月7日、バーンリー FC と3年契約を結んだ。チェコ代表として、各年代で招集され、2012年に A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。